川裕二が素晴らしいスタートを見せました。おっと、そして元山がスタートを切れません。元山がスタートを切れません。あろうことか元山がスタートできません。エンジンかかりませんね。エンジンストール、元山は1回ピットに収めます。その間にも先頭のリチャード・ライアンはバックストレートに入っていきます。なんということだ、元山がスタートできません。不気味な位置からスタートするはずだった元山、エンジンストール、ピットに入ります。調整ではちょっと苦しい展開になりました ね、 そうですね。せっかく調子上がっただけにですね、はい、さあリチャード・ライアン先頭、そして立川裕二好スタート、さらにアンドレ・ロッテラーがその後ろ、そしてリチャード・ライアンが最終コーナーを立ち上がってきます。立川が好スタートを切ってアンドレ・ロッテラー前に入っていますが、リチャード・ライアンは1周目で大きな差をつけました。ライアン先頭、6-7-2の差を早くも2の立川につけています。スタートをリプレイでご覧いただいております。これは小暮のオンボードの映像です。小暮が行った横で元山が止まっているのが見えました。小暮はスタートがうまくいかなかったんでしょうか。12番手で今走っておりますが、いずれにしましても立川裕二が、まあ、本当に右京さん、ロケットスタートといっていいスタートになりましたね、これね。そうですね、はい、まあ、ロッテラ選手がホイールスピンがありましたからね、はい、それも後ろの松田選手がやっぱり7番手からっていうのは、はい、これはロケットスタートですね、あーそう、接触してますね。ウイングが壊れている。小暮はどこで接触したんだ。野田とそれから服部にかわされました。これが彼の、はい、ちょっといけないところなんですよね、せっかく、こうスピードは出して見せてるんですけどね、まあ、後ろでスピンして10番手スタートということでですね、また焦ってこうスタートでですね、接触ですね、はい、小暮は開幕戦のウィナーです。そして今最も目がギラギラ輝いているドライバーの一人であったんですが、どこでトラブルがあったのか、いずれにしましてもフロントのウィングはご覧のように破損しています。立川の先ほどの周回のタイムが12秒8、ほんま1秒ぐらいの差があってライアンが12秒975です。この2人だけが12秒台のタイムを先ほどの周回では出しています。さあ土屋の背後にこれは道上がついた。争うのは7番手の争いです。さあ道上が土屋の背後につけました。1コーナー、さあレースは10周が経過しています。28周電撃のファーストスプリント、3台の接近戦です。リチャード・ライアン逃げる、そしてどこで抜こうか。背後につけた甘いマスクの伊達男、立川裕二、久々のセカンドローからのスタート。今シーズンは剣道将来に燃えています立川。その立川がライアンをこれから追っていきますが、ちょっとこの辺りで少し差が開いてきました。先ほどコンマ4秒ぐらいの差でしたが、ここはコンマ6秒ぐらいになっています。はい、今も最終コーナーでですね、どうしても後ろつきたいんですけども、はい、前の車の後ろにつくとですね、ターミナンスといってこう乱気流がありますので、はい、それでフロントがただでさえ少し気温が低くてアンダーステア傾向なところにですね、はい、後ろにつくとですね、インガーをキープできなくてですね、今もちょっとラインがずれてましたよね。おっと、ここで道上がインを刺した。土屋をかわして道上がこれで7番手に上がりました。1コーナーでズバッとインを刺した道上、ここで7番手に浮上しました。さあそして4位を走っている松田の後ろに、ご覧のように数珠つながりで追撃態勢を整えています井出が1コーナーで仕掛ける。今前を走っている松田が4番手、井出がその後ろで松田を威嚇しています。さらに井出の背後にぴったり脇坂重地がついて、土屋をパスした道上も来ました。そしてこれは1コーナー、服部ですね、はい、服部とトレルイエか、服部と今服部が間に片岡ですね、片岡ですね、服部が片岡を抜きました。さあ金石がいった抜かれる、おっともう後ろからもう一人来ている、トレルイエ、トレルイエがいた、片岡はちょっと苦しい。先輩ドライバーに突っつかれています。最後にトレルイエがついた。まず金石が片岡をかわし、トレルイエもっとちょっと遠赤に当たりましたが、片岡頑張っていますので、ね、はい、こういう経験一つ一つがやっぱり成長につながりますから、まあ、こういう難しいコンディションで滑りながらもですね、やはり車を前に持っていくかということを今体で覚えてますよね。まあ、松田選手も含めてそうなんですが、トレルイエがまず行きます。片岡をかわしました。先ほど抜ききれませんでしたが、ここでトレルイエが片岡をかわして11番手に上がりました。さあ先頭を行くリチャード・ライアンが後ろの立川との差をちょっと広げてきています。
悠々とライアンが差を広げてこのファーストスプリントを制するところあとわずかというところにこぎつけました。さあ最終コーナー、リチャード・ライアン、やっぱり須郷は強い。ファイナルスプリントもこのライアンが中心になります。ファーストスプリントを制しました。立川が2番手、そしてロッテラーが3番手フィニッシュです。コース上にマシーンがいますので赤旗中断になりました。波乱含みの第2戦、須郷ファイナルスプリントのスタート、立川雄二が好スタート、それをさらに上回るスタートを見せた松田継男が絡んで2人は接触、コースアウトになりました。ものすごいスタート切りましたね、はい、ここですね、まあ、ライアンはスタート失敗しました。松田が4番グレートからものすごいスタートだったんですが、ちょっと立川選手がやっぱり右に寄ったんで、はい、まあ、スペースがなかったですね、はい、まあ、あのライアン選手も2も当たってますね。あ、はい、あのライアン選手の左フロント、はい、ちょっと心配ですね。そしてこれ2周終わってない時点でのですね赤旗なので、はい、その状況、あの走れる状況であれば、あ、もちろん出ますね、はい、ちょうどこの後ろからその前がどうなっているか分かると思うんですけども、はい、これは小暮のオンボード映像です。結局は3台の接触で、はい、あの多重、まあ、スタート直後の多重事故にならなかったのが幸いかなというふうに思うんですけども、そうですね、はい、2台のマシンはまあちょうどコースの外側での接触になりました。後ろから来たドライバーたちはまあそれをうまくかわしていった形にはなりましたが、改めて15人の精鋭たち魂を震わせて己を閉じて今スタートしていきます。リチャード・ライアン今度は出た、そして井出が好スタート、ロッテラをかわして外からライアンに襲いかかる、しかしここはライアンが抑えました。井出がいいスタートを見せて2番手にジャンプアップ、そしてその外から脇坂がインを伺っている3コーナー、脇坂が3番手に上がってロッテラをかわしました。ライアン今度はスタートを決めた、そして井出が4後ろからジャンプアップ、5番グリッドからジャンプアップ、そして脇坂11前が空いていました、ここに上がってきました。ライアン今度はスタートを決めました。そしてスタートに定評のある井出、ロッテラーが飛び出しきれなかったのに乗じて2番手に上がりました。ライアンが決めましたね。ライアン意外と今回のスタート良くなかったですね。ただ、はい、横がいなかったんでですね、はいはい、あの助かったって感じしますね、その分あの選手やっぱものすごいスタート良かったんですけど、やっぱりあのそこら辺までにはスピード乗ってましたから、はい、そこら辺ではラインでうまくライアン選手を抑えましたね。もし井出がもう一個そのファーストスプリントの結果が前だったら、はい、完全に1コーナーで抜いてますよね。2回目のスタートです。ロッテラ良くないですね。そうですね、はい、入れはこうスタート、そうですね、はい、ここでもう少し伸びが、うん、やはりあの今一度ライアンがですねライン牽制しましたんでね、はい、一回ラインを変えた分だけ井手選手ちょっと射速が伸びなかったですね。そしてそこで、はい、脇坂ですね、この脇坂ですよね、はい、1回目のスタートでスーパースタートを見せたこの松田継男がマシンを修復して今コースに入っていきます。さあ1コーナーで、うん、服部がおっと、服部が外側に膨らんだように見えましたが、おっと道上が外側にかぶせに行く、仕掛けます、しかし抑えます。服部その前に小暮が元山についた、スリップに入った、小暮がチャンピオン元山に並ぶ、1コーナー突っ込む、いい抑えたか小暮、しかし元山この後どう
ライアンは少しずつ画面で見ても差が開いてきています。これはハッソリですね。ハッソリだ。スピンしたか。ここまで今の前3台いかれちゃいましたけどね、これをね3台うまくね抑えてたんですけどね。レインボーコーナーのあたりでハッソリがそうですね、はい、高速しました。ハイポイントとレインボーハイポイントとレインボーの間ですね。これです。あ、やはり立ち上がりですね、はい、立ち上がりの遠赤でやっぱり蹴られたんですよね。なるほど。昨日の予選から高橋さんここが一つのポイントになってますね。昨日はやはりハイポイント、あの本山もね、ハイポイントのインで蹴られてちょっとタイムロスしたということもありましたので、はい、あそこちょっと鬼門でしたよね、はい、まあ一番 の、 あのダメージって言いますかね、タイムロスしたのが小暮だったんですね。そして小暮は本山をパスした後野田が抜けません。その間に今度は山が野田が小暮をプッシュしようというような様子が先ほどちらっと伺いましたが、面白いですよね、はい、まあ、あの野田のテレンセクダに下ってる、まあ、野田選手は悪いですけども、はい、野田のペースになっちゃってるわけですよね。完全にあのこう、はい、実習にはまってるような形ですよね、1コーナーでイエローフラッグが出ています。金石ですね。おっと金石がスピンアウトしています。ちょうどね、はい、これが木俣がね、いつあの解除されるか、はい、今井出とですね、ライアン井出のですね、一騎打ちがですね、そうなんですよね。で、ここが最大のパッシングポイントなんで、そうですよね、はい、作業に入りますからね、数週かかりますね、はい、さあここは1コーナーの追い越し禁止になっていますが、残り周回数あとわずか33周目に入っています。33周目、1コーナーは抜けない。どこで仕掛ける井出裕二、まさに波乱のスローラウンド。逃げるライアン、そして井出裕二が追っている。先ほどの周回の差がコンマ38に。今度ライアンが頑張りましたよね。ライアンが少し差を広げたか。コンマ679、ここはライアンの意地が勝ります。残り3周です。しかしリチャードライアンしてやったり逃げ切りです。初表彰台、初ポールのこのスローで今シーズン初優勝、チャンピオン争いに名乗りを上げるトップチェッカー。あ、大丈夫です。通算2勝目、そして井出が2位